これぐらいで。あ、それぐらいで、はい、痛い1、2の3ってなっちゃう。これだけで、これだけで、これができないですよ。今めっちゃ洗えてますよ。すいません、さっきからしますから大丈夫です。ピーターちゃんがそうで、うつ伏せでよかったです。はい、こんなね、屈曲な男性がわーとかいうの大好きなんですよ、はい、ではよろしくお願いします、はい、じゃあね、はい、まずね、体のズレ、ね、土台がどれだけ歪みがあるかを足の長さから確認したいと思います。あ、確認する前から分かるわ、これ。もうこの段階で違うね、うん、今からしようと思う段階でも違うんで。どちらの方が短いと思われますか？左。正解。何センチぐらいちゃうかな？1センチ、まあ、約2センチぐらいって表現かな。どれぐらいズレが体に影響を及ぼしてるかを、体をずらすことでちょっと見ていきます。ペコだかな、こんな歪んでます。ここでピンタンコですね。ピッタンコ感伝わりますか？はい、はい、立った時にお体がバナナのように傾きますっていうのが今の状態、はい、はい、かなり張ってます。柔らかさのある人はこういうふうにちょっと捻転するような動きで体をこう動かせるんで、まあ、はいはいはい、ピタッとこうへばりついた硬さになってますね。水平に、それだけこう自由度がないんですね。あ、こうねじったら勝手に体がこう骨盤がこうね、うんうんうん、こうねじれるんですけど、これがないぐらい今硬くなっておられます。ということが一つ目のチェック。はい、二つ目のチェックが膝の可動域は、力を入れても拳しびれてます。しびれてね、はい。次反対いきましょう。こっちの方がひどいわ、うん、可動域で言ったら右の方がね、もっと開いてます。推定年齢65歳ぐらいになってます。ですか、はい、でここまでが確認できましたので、足の長さ調整から進めてまいります。短い方を外に向けますね。3回いきますね。1、2、3、これぐらいの力加減、はい、なんか物足らないでしょ。そうですね、はい、次反対まいります。長かった方は短かった方とは真逆の働きかけなので、外に1、あ、辛い？大丈夫？ね、これぐらいの力加減ね。あ、もうこの動きではしんどそうなので本当に大変なんですね。はい、3回動かしました。伸ばして、で先ほどとね同じ環境を作りたいのでまっすぐ整えました。よいしょ、でまっすぐ整えて、はい、力抜いていたらお外の外くるぶしにセット。そのままかかと合わすと、あら不思議、ぴったんこ拍手。ぴったんこな感覚伝わりますか？はい、あります。はい、膝の調整してみましょう、はい、よいしょ、いきますよ、はい、1、2の3、はい、こうするとつかなかったかかとがなんで力づくじゃないの、分かります、はい、ね、さっき推定65歳って言ったでしょ、はい、推定65歳で終わったら例えば悪口になっちゃうからちゃんと直せることを前提にちゃんと言いましたから、もうピチピチ二十歳になりましたからね、はい、1個だけやったらね、もうね、よいしょっと、もうこれだけでもしますねはい、大丈夫ですね、はい、このようにどん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 改善していきますね、はい、はい、上向きに姿勢を変えてください、はい、じゃあ腰痛を教えてくれて、腰痛を治すツボをちょっとチェックします、はい、はい、肩、膝、立て、おお、もう痛そうな顔ね、くりくり、どう？痛い？痛いです、痛いっす、はい、次反対ですね、はい、はい、痛いっす、はい、腰痛を教えてくれて、腰痛を治すツボがすごく反応してます、はい、はい、実際触れてみますね。なんだろうこれ、響く感じ、響く感じね、はい、ありますね。やっぱ左の方が分かる、左ですよ、ですよね、はい、響くね、硬い方と痛かった方、辛かった方が同じ側ですよね、はい、はい、ということで今からこの膝裏の腰痛を教えてくれて、腰痛を治すツボを今から撫でるだけで緩めていきます、はい、あっという間ですからね、はい、いきますよ。1、2、3ってもう四つ見しながらやっちゃいましたけどはい、マジで言ってます、マジでマジですよ。なんか違うところ押してる感じだよね、はい、もしあれだったら触っていただくと、ね、全然柔らかいんだわ、この感じは痛くないんだ、うん、痛くない、ね、今まだ右やってないじゃないですか、はい、まだやってない、あ、自分を触ってみて、痛いのをこれぐらいかも、
折りたい。比べたらね、右の方が痛くなかったけど、今改めてありますよね、硬い、まあ、痛かったり硬かったりね、うん、じゃあ同じ要領でいきますよ、はい、1、2の3ってなる、よいしょ、これだけで、これだけで、すごい狙いどころか腰が柔らかくなったところなので、ここを見ましょう。わー、本当だ、響かない、全然ね、もちろんね、右もそうですよね、コリは奥に隠れてます、はい、そこをピンポイントで狙う位置です、はい、シッと滑り込ませて、はい、痛そうなところ、これどうやる、あー、いやー、指先はそのまま置いておきますね、はい、1、2、3、はい、あー全然痛くない、痛くない、痛いのが変わった、良くなったことが伝わりやすい工夫をしているのでちょっとご説明しますね。腰の痛い辛いポイントをチェックして痛い辛いを自覚していただきました、はい、緩んだ後の2回目のチェック、この力加減は最初より 1.5 倍か2倍強くします、うん、実は、はい、なぜかというと筋肉って柔らかくなると衝撃を吸収しちゃいます、うんうん、2回目のチェックを最初の力加減にしちゃうと、あ、さっきより弱い力でチェックしてるから痛くないんだなっていうような感覚のズレが必ず生じます、はい、この必ず生じるズレを書くの分かってるので、あえて2回目はねちょっとオーバーに強くチェックしてます、うん、だけど痛くなくなったってことがね、うん、体感で伝わっていただけたらこういいですね、うん、右側いきますね、痛い、はい、痛いです、はい、痛い時は痛いって言ってくれる方、はい、ずっとチェックから終わりませんから、はい、よし、はい、痛くないです、痛くないですね、またちょっとずらしました、はい、1、2、3、はい、あー全然柔らかいです、場所を変えて、あーあーどうなんですか、痛いです、はい、1、2、3、はい、あー全然痛くないです、恐怖で触れた瞬間に反応するんですよね、それぐらいお辛いよね、はい、ああ全然違う、ああやらせなしでしょ、やらせなしです、ね、打ち合わせなしでしょ、なしセミナー行きたいです、はいはい、私の方からこちらに出向きますので先生自体は疲れないんですか、よく聞いていただきました、はい、そうなんですよね、あの僕の施術自体が自分のセルフケアと思いながらしてるんですよ、あ僕が疲れる姿勢とか疲れる動きは採用しないです、はい、なので僕の動きが体が楽なんだなとか動きやすいなっていうことをクライアントさんに届けてお互い健康になるように心がけてるので、施術の疲れはないです、はい、喋り疲れはあります、はい、じゃあうつ伏せで、はいはい、筋肉の張りがそちらから見ていただいて左のがこう盛り上がってる感じが分かります、はい、こっち低くなってますよね、高くて硬い、低くて柔らかいが今左右差に現れてます、筋肉の左右のバランスがちょっと崩れておられるので足元からちょっと調整を進めていきますね、骨盤周りのちょっと調整をしますね、はい、これもボキボキはしませんからね、辛くないですか、これも私の足の力で原動力なので腕は疲れません、足元から上半身の調整終わりました、はい、では背中のこの盛り具合マジか、うわ平らだわ、変わったのが伝わりますか、硬かったところが柔らかく、柔らかくなっとるな、約40分前ぐらいかな、今から出るとね、足の長さを整えて姿勢も変えてもらい時間も経過しましたが、整ったものはちゃんと整ったままね、これで悪い骨も取ってた意味がないんやけど、しっかり維持できてます、もちろんねピチピチ二十歳はピチピチ二十歳のままですからね、はい、立ち上がってみましょう、普段より悪くにいけると思います、はい、普段その座り方をするとどこがどういう風に痛むんですか、はい、もうこれぐらいで、あ、それぐらいで、はい、股関節に、
はい、痛みが走ります、はい、今はしっかり下がって下げてますもんね、はい、大丈夫ですね、完全にしゃがめるように、はい、はい、ここが今ちょっと股関節にくるんですね、うん、あ、股関節ね、立ち上がって屈伸してみましょうか。先ほど感じた股関節の違和感です、はい、ああ、さっきより深くない、深い深い、うん、一段階いくような気がしますね、普段はこれぐらいですもん、全然別、はい、次元ですね、でさっきはこれぐらいで、はい、うん、ベタっていきます、すごい相当沈んでます、うん、朝はもうこんなです、あ、もう片手でこんなです、うん、これ以上曲がらないですよ、これができないですよ、今めっちゃ洗えてますけど、おかしいな、明日が楽しみです、明日が楽しみです、朝が、はい、じゃあ、あの普段 YouTube で見ていただいてますよね、はい、はい、どうでした、この見てたのと今日で受けていただいたのと、詐欺ではなかったですね、詐欺ではなかったやらせではなかったですね、なかったです、よかったです、本物でしたね、はい、あ、もう一回だけ言ってください、本物でしたね、はい、ありがとうございますどうでした、撫でられて痛み取れるなんて最初聞いた時は、そうですね、信じてなかったんですけど、ですよね、本当に撫でてるだけでした、でしたね、はい、びっくりしました、結構激痛で、はい、痛いってことを言葉に出せないぐらい痛かったんですもんね、はい、はい、で最後もね、あのこの屈伸であったりとか日常の動きの中でも変化も感じておられるので、うん、まあ、明日以降またね、はい、どう変わっていくかもまだね、うん、楽しみですよ、ね、楽しみです、はい、でいつも僕ねこの施術の時にお伝えするのは、今この現状変わるってことはね、希望の第一歩だと思うんですよ、はい、変化出せたってことはまだまだ体には良くなる可能性っていうのがありますので、今後この体を整えて、ね、うん、でより良いこの生活ですね、はい、こうその歩んでいくっていうね、一つ今日は第一歩目を進めたので、はい、はい、まだ安心してね、はい、あのお仕事とか生活をしていただいていいかなと思います、はい、はい、